どうも皆さんこんにちは、こんばんはふふです。はい、これちょっと久しぶりだよね。新アスレチックシャトルランというねマップで、なんと 1000m アスレとかね、いろんなところへやったこの動物モッドを使って雲に変身してね、やったらどれぐらい行くのかっていうのをやっていきたいと思います。ちなみに僕がね目標として100回をね目指してた時期があったんですけど、100回行かなかったんですよ。難しいんですよこれ。だからまあ雲になってね、壁登れるようになってからちょっとどう変わったのかっていうのをねやっていきましょう。いや最初の方はね大丈夫なんだよ。とりあえずここら辺は大丈夫。ちょっと待って、これやばいよね。これバリバリ不正だもんね。落下ダメージとか効くのかな。あ、ちなみにちょっとこういう横とか使っちゃうとね、あの思いっきし不正なんで、あ、落下ダメージ効かない、雲だわ。なんでね、あの横とかは使わないようにします。ほら多分こういうところでもね、前に進んでたらん、うん、落ちないんだよ。そう、落ちないんだよ。そして壁にも登れるから、イコール100回までいけるということです。まあ単純ですね。最初の方はちょっと簡単すぎるんで、ちょっと飛ばしていきましょう。さあ34まで来ました。氷ですね。よーし、まあ、余裕ですね。でまあちょっとやってて気がついたのが、1マスの間だったらどう頑張っても落ちない。そうだから多分こいつ2マス判定なのかな。うん、なんかどう頑張っても落ちようとしても落ちれなかったんで、うん、多分ちょっと横幅があるんだね。まあそれはいいや、どうでも。36、来た来た来た、これね。 OKOK、今みたいにちょっとブロックにね引っかかってもね、こうやって、あれ今ちょっとうまくいきすぎちゃった。まあこんな感じでね、あのいけるのが理想かなということで、はいはいはい、ほら、うん。下の方行くとちょっとめんどくさいんだけど、上の方行くとこんなに簡単につけますね。やったぜ。まあ、40くらいからこのシャトルランはどんどん難しくなっていくんでね、楽しみですね。ほらほら、こういうところは、あ、多分ね、これね、そう。そう、1マスは、必ず、もう何やっても落ちないんで、こことかね。今ちょっと俺、怖いからシフト押しちゃったけど、多分シフト押さなくても落ちないんで、これなんてもうまっすぐ、ほら、もうまっすぐ俺が押すだけでいいんだよ。やばくない？さすが！俺これで100いったらすげえ嬉しいもん。そう、俺でも90何回で終わっちゃったのかな。あ、出たこれ。ちょっと難しいですね。うん、こっからちょっと難しくなります。シャトルラン。だけど、いけましたね。うん。あ、3個？あ、違う、2個ですね、やっぱり。そう。やっぱね、ちょっと、あ、今は3個だけど、多分、2幅ある。うん。太ってますね、この雲は。まあいいや。出た。これは、こういうところ、あ、待って待って。OK! ちょっとやっぱ、まあ、ここは1マスじゃないから飛ばなきゃいけないけど、スライムブロックでピョンって飛んだ後に、なんだ、フェンスの上を乗らなくていいから、こう横に張り付くだけでいいので、まあ、うん、ちょっと乗っちゃったけど。まあこんな感じでいけばいけるね。で、シャトルランは、まあみんなおなじみなように、どんどん速くなってくるんでね。うん。だから、どんどんペース上がってきます。ちなみに、そう、こういうジャンプとかは、ちょっとね、前目で、例えばこんな感じで、あ、ちょっと待って、うまいジャンプしちゃったんだけど、前目に飛んで、このトラップドアに当たってもこう、スルーと登れるんで、なんだろうな、より行きやすいっていうか、1ブロック手前に落ちても大丈夫って感じかな。だから4マス飛びが3マス飛びぐらいの難易度になるって、思ってくれれば、100回いけるんじゃね。マジで。行こう。あ、これもさっきと、あ、違うな。待って、こういう時は、お、上に登ることができる。これは強すぎるんじゃないか。いいね、最高。で、はい、まあジャンプしてもいいし、で、ここジャンプして乗っかりの、はい、やったぜ。あれ、マジでいける。なんかね、こう実際に行けるかもってなるとね、最強に楽しくなってきますね。ほら、これ圧倒的不正。
不正と言ったら俺なんだそれ今度は雲と言ったら俺になるのかな。うん、実はねこのモッドには洞窟雲っていうね、まあケーブスパイブスパイダーって言ってもなんかちょっと小型の雲もねいるんですけどね、うん、今この雲はこう見えて高さが2ブロックあるんですよ。だから1ブロックのところはいけないんですけど、そのケーブスパイダーっていうね洞窟雲は体のでかさが1メートル1ブロックしかないので、あ怖いな1ブロックの間でもスルスルっていけちゃうんですよっていう豆知識です。うんで、ちょっとまあ他のねキャラクターでもなんかやってみたいなって思ってて、これやばいな、これもこれになったらもうバリバリの不正じゃんあ出た、あ低かった、あこういうジャンプができるのか雲になるとまあでもこれはこのジャンプは人間でもできますね。うん、僕が下手だからできないだけです。うん、で他にも有利が得られる動物といったら、まあ一番もうアスレとかの概念を無視するならコウモリに変身できるんですけど、コウモリに変身した場合はもう飛べるんですよ。もはやもうクリエイティブモード状態。そうだからあれはもう何にも向いてないねあとね、ニワトリがいるんですよ。ニワトリはちょっとジャンプ力が、なんだろう、新しいバージョンで空中浮遊っていうポーションが追加されたんですけど、あんな感じですね。お、そう、雲だとねここがちょっと迷わず行けるんで、うん、行きやすい。そうだからこうピョーンって飛ぶ とゆっくり落ちてくるんですよ。そんな感じなので、まあジャンプ力が増えるというかね、そんな感じに捉えられるかもしれないアスレはやりやすくなるかもしれない。なんかねこれ人間の時より雲の方が安定感がある。ちなみに今56です。これどうせなら俺はノーカットで行きたいうん、どうせならね、まあ喋り続けられればノーカットで行きたいですけど、はい、ほらね行けます。まあでもまあ人間の僕が本気でやった時の記録を抜かして、あーこれねやだ、お何これはこんなことがかつてあっていいのかそう、1マスが1マスをいける雲にとってこのマグマとはもはやお遊びステージなのである。これはねこのシャトルランにおいてとりあえず一番最初につまずくステージですね。クリアしちゃったよとんでもない形でクリアしちゃったね。うん、だけどこれは行きやすい。でですね、あ、待って、はい、ちょっと待って、危ねえ、ごめん、集中すると声が出なくなっちゃう。そうそうそう、ここだけはちょっと集中してやらせてください。スライムブロックはね雲が苦手ですね。危ねえ、でも行けましたねスライムブロック頑張っていきたいと思います。うん、でちょっと僕今日明け方の5時ぐらいまで起きてたんですけどね、僕のね動画の視聴者さんにもね北海道住みの方とかたくさんいて、僕がコラボしてくださってるね友達にもねいろんな方々が北海道住みの方が多いんですよ僕は。なのでね、地震に遭われた方ぜひね、これからの多分余震とかもねあるかもしれないんで十分に気をつけてください。それ以前にちょっと僕の動画が見れてない可能性もあるので、これといったことは言えないんですけど、うん、ちょっと本当にお気にしていきますマジで。はい、ということでね、僕は笑顔をね届けるためにもこれを200までクリア、200って言っちゃった、200ってなんだ、俺なんで今200って言った100までねクリアしたい。うん、面白い動画をね届けるのがやっぱね僕としての一番の楽しみというか、なんかなんだ、あ待って、これやばいぞ俺、待って、これ絶対無理だよね。クモの巣があるステージはきつい、というか 100% クリアできないので、ごめんなさい、ちょっと雲で行けるところまで行ってみたいので、ちょっと今のところは許してください
頼む頼むお願いしますめっちゃ物乞いみたいになってるけど、まあでもちょっとペースが速くなってきましたね。やっぱ70となるとこっからですね。まあでもクモの巣があるところはちょっと僕正直この後思いつかないので、多分もう大丈夫なんじゃないかなって思うんですけど、ほらこういうところとかはもう飛んじゃっていけますね。まあどうせならああいういけないところだけ人間に戻るっていう手もありだと。ちょっと待って、人間に戻れないんだけどまあそんな感じでね、まあああいうところだけ人間に戻るっていうのもいいと思います。これまっすぐでもいけんな、すごいすごい、ちょっとほらほらちょっと痛いけど、うん、100いきたい。これね、確か限界がね、あるんですよ。ちょっと雲、え？お？マジお前なんか不正使ってると思われんじゃん、俺。へぇー。こんなことがあったんだ。へぇー、すごいですね。これも地味に、あ、でも、あ、落ちるは落ちるんだね。ダッシュで行けば、落ちないっていう感じですかね。うん。まあ、便利っすね。あと25。25っていうのは割ともうすぐだよ。行きましょう。あ、出た！これはね、僕が一番最初にね、つまずいたステージ。だが、こんな生き方ができるとは誰も思っていなかっただろう。そうだね、鶏はね、きつい気がするな、でもこういうところは。うん、雲は壁を登れるっていうね、これはちょっと、また卑怯だけど。まあ、でも、1マス、モブだとやっぱ雲の巣がね、きついかな。雲なのに雲の巣にやられるっていう、本当にもう暴れあ、ここはね多分行きやすいね。あの、まあ、でもちょっと安全を考慮してね、全然落ちるんで。へえ、いいよ、ペース的にはかなり悪くない、むしろいいかなり悪くない。行きましょう。はい、そうね、最近なんかいろんなことがあるね。地震からの台風もあってからね、ちょっと台風はでも、まあ、僕のところはね、それたんですけど、まあ、なんか意外とみんな無事な方が多くてよかったです。ソウルサンド。これは、これも、ちょっとね、この側面にさえ当たれれば、登れるからね、ちょっとジャンプは、イージーっていうか、ちょっと楽になってる。はい。はい。いいぞ。危ない。あんまね、無理して飛ばなくていいと思う。うん。よし。あ、わかった。あと、雲自身がでかいから、ちょっと前に引っかかるスペースができるんだね。お？お？なにーそんなことある？そうだね。だから、多分ね、行きやすくなってるんだと思う。うん。そうだね。前の当たり判定が増えてんだね。これはちょっと、嬉しいですね。よし。まあね、100行って、もう動画終わりみたいな感じではなくて、100いったら、まあね、どこまで挑戦できるかっていうのをね、やってみたいと思います。なんだこれ。あ、これは、待って、俺さ、今100いく前提で話してたけどさ、まず100いったらすげえなんだよな。クモの巣を覗いてな。ほう、お、ここも、いいね、今のは。ここもちょっと降りるだけだ。あ、そうだね。やっぱこの間なら、いけるね。多分落ちるは落ちるんだけどね。見てください。ここ、ダッシュでいきます。これマジ、理不尽すぎるでしょ。こんなことしていいのかってなる。よーし！ついに来たぞ。もうすぐで俺の見たことのないシャトランの景色が見れるはず。出た！これ！お、まずい！だが、ほい！ほい！よーし！いける！これをいけたのはかなりでかいんじゃないか？はい。ここ行って、ここ行けばジャンプ。素晴らしい。いいね。100回行ったら多分嬉しすぎてもう、もうでも、アスレの神とかも抜かせそうだよね。ソウルサンドはね、これほど楽に感じたことはないね。いやーいいね、あと7、あと7だ。行くぞ行くぞ、俺は行くぞ。うわ待って、いや来た、雲ルート、これが必殺雲ルートだ。
多分もう俺新記録が更新された気がする。うん、ここら辺だった気がする俺は。てん、いけ、よし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 、はい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 、いいねあと4だね、これ終わって96だから。いきます。ほっ、あ、うわっ、雲ルート出た強い、本当にいけるぞこれ。いける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 。3、雲ルート、あ、来た、雲ルート雲ルート入りましたね。あれ、ちょっとね忘れちゃった俺こっから。でもあともう1ステージあって、あ、これで100だ。つまりこれが行くことができれば100はいけるっていうことだよな。あと1回成功すれば100にいける。よし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 、はい、おつけ、行ける場所ではある。やったー100いったぞー。ということでね、クモの巣以外はとても簡単に、お、すごいな、とても簡単にクリアできるという検証結果でした。うん、お、え、今のはすごい、今のはすごいね。ということでね、ちょっとね、あ、これきついな。でもこれ待って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 、こう行って、あ、来た、おお、行けちゃったまあ、どこまで行けるかね、やってみたいと思います。あれ、ちょっと待って、早速そういうやつだったか、知らないぞそれは。ということで、雲だったら、まあ、とりあえず、まあ、僕の記録ですけど、まあ、多分今のはギミック知ってる人だったらいけてたと思うけど、とりあえず100回はクモの巣以外はいける、ただしクモの巣除く。ということでね、ご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんもやってみてください。ってことで、次回見てください。じゃな